手はスタートしてから申し上げます。出場選手を申し上げます。宮城君東海大学、白長君日本体育大学、山口君駒澤大学、中野君大東文化大学、内波君龍谷大学、重田君ロード大学、工藤君国士舘大学、村島君順天堂大学、海老沢君駒澤大学、藤岡君関西学院大学、小野君茨城大学、佐藤君城西大学、安島君東北福祉大学、中村君東京国際大学、日吉君立命館大学、鈴木君順天堂大学、金子君国士舘大学、藤崎君流通経済大学、三上君東海大学、田村君帝京大学、朱定員君国立体育大学。以上21名で競技を行われています。あれってさ、女子やり投げ、先ほど九州教育大学の東馬さんが53m65をマークし第3位に上がっております。続いての投擲者は現在第2位、斉藤さん国士舘大学です。これまでの記録は54m70 です。女子やり投げ、続いての投擲者は大会新記録をマークしております東大阪大学の滝川さん、 50m79 をマークしております。
しやり投げ、5回目の試技が終了し、最終6回目に入ります。トップは変わらず、滝川さん、東大阪大学、56メートル79、続いて斉藤さん、国士舘大学、54メートル70、そして第3位は東馬さん、九州共立大学、53メートル65をマークしております。続いての投擲は後藤さん、筑波大学。先頭変わりまして、大東文化大学、中野くん、東海大学、宮城くんが前に出てまいりました。宮城くんを先頭に、まもなく 2000m、5分56秒、この間 2000m 3分1秒。女子やり投げ、続いての投擲者は中島さん、中京大学。これまでの記録は 51m34 で6位につけております。三重君、単独トップに出ています。女子やり投げ、続いての投擲者は東馬さん、九州共立大学、53m65をマークし、第3位につけています。